いっぱいいるな。賑やかな村ね。名物は桃と木いちごのパイですって。私は肉がいいな。お肉ばかりじゃ体によくないわ。何事もバランスが大事よ。キャスティはお袋みたいだな。うまそうな匂い。いらっしゃい。クロップデールの新名物、ドゥオルドゥオルの串焼きだよ。おお、肉だ肉だ。おしっとったら、お一ついただけますか。毎度あり。ありがとう、おばちゃん。いただきます。俺にもくれ、オーシット。あ、まじい。おばちゃん、この肉、変な味がするぞ。そいつはだいぶ古い肉でね。臭み消しに香草をうんと使ってるんだよ。どうしてそこまでして古いお肉？このところ獲物が取れなくなって仕方なくね。長年この辺りで狩りをしてきたけど、こんなの初めてだよ。よし、森の様子を見てくっか。お嬢ちゃんも狩人かい？ああ、助かるよ。森は村の先にある。よろしく、頼んだよ。任せとけって。無茶しちゃダメよ、おしっと。お袋。よう、いらっしゃい。よっしゃ。変形カタパルト！おらおら、お疲れさん。それ、おいしいの？そりゃもう、トト母じゃ獣たちと取り合いになるよ。おお、あり余ってる。おかしいわね。そんなにおいしい実が手つかずで残されているなんて。
森がやけに静かだ。アカラも警戒してる。お、なんか来る。おお、噂のデュオルデュオル君か。ずいぶん興奮してる。どうしたの？どうどう。いけない、我を忘れているわ。デュオル君、ごめん、ちょっと痛いぞ。かられてたまるか。かかってきな。頼んだぜ。ありがとう。どうしようかしら。はっ、ほよ、よいしょ。ペラペラ、よっしゃ。はぁ、腹減った。ねえ、この子、なんて言ってるの？俺はもうダメだ。味が落ちる前に食え。嘘ついちゃダメよ、オシット。あなた、怪我してるの？逃げないで。行っちゃった。忙しいやつだな。追いかけましょう。君たち、こんなとこに隠れてたの？怖がんなくていいよ。どうどう。みんなひどく怯えている。でも、何？され、人間ども、デュオルデュオルを傷つけるの。獣たちがそう言っているの？私たちがさっきの子を傷つけに来たと思っているのね。行こう、キャスティ。大丈夫、落ち着いて。これ以上傷つけたくないの。さあ、怖くないわよ。うちのお袋は優しいぞ。怒らせると怖いけど。おしっと、ごめんなさい。私はただあなたの傷を手当てしたいだけ。傷が悪化するわ。警戒を解いてちょうだい。
これでもう大丈夫。いい子ね、ウリウリ。ん？ウリウリ？この子の名前。ダメかしら？喜んでる。よかったな、ウリウリ君。お、なになに？脅かして悪かった。森の獣たちが怯えてたのは見たことない黒き魔物がいたからだ。なんだろうその魔物。気になるわね、オシット。気になるけど。まずはご飯にしましょうか。うん、おふくろ。のカゴがあらんことを。なんてね。